あら、フェルディナント、あなたも球場に戻っていたのね。ああ、あなたのように公務があるわけではないが。それならなぜわざわざテートまで全エーギル校に会いに行っていたの？そうだ、地下牢にいる父に。実は恥ずかしながら初めて地下に入った。父から危険ゆえ近づくなと言われていてね。思ったよりもひどいところではなかった。なんというか、物語に出てくるような恐ろしい牢獄を想像していたのだよ。あら、そういう場所もあるわよ。私も一度しか降りたことはないけれど、全エーギル校のいる牢よりさらに地下、暗淡とした中をネズミが走り回っていたわ。ネズミが？そうか、父には耐えられなそうな場所だな。父はかなり憔悴していたが、まだ恵まれた待遇ということか。そうね、健康には気を使っているはずよ。あとは本人の心持ち次第でしょう。ああ、私も現状に文句はないよ。生きてしっかりと裁かれ、罪に応じた罰を受けてほしいと思っているだけさ。早くしないとヒューベルトがうるさいわよ。わかっている。だがまだ多くの罪について事実関係をつかめていないのだ。諦めることも大事よ。彼ほどの大貴族なら買収や証拠の捏造もたやすい。残っている記録も信用に足るものではないと分かっているでしょう。あ、もちろんだ。実は父の不正の証拠を拾ったのだ。もう随分前の話になってしまったが、租税の記録でね。それを見つけた私はいつか父を断罪するつもりだった。驚いたわね、自分の手で。そうだ、士官学校で学びながら念入りに準備しようと思っていたのだが、その遥か前にあなたに先を行かれてしまった。まったく滑稽だろ。私は幼い頃からずっと父を敬愛していた。その思いを殺して断罪すると誓った。行き場を失った二つの気持ちを私は今でも抱えたままなのだよ。そう。それで、あなたは停滞したままなの？あなたは帝国の宰相となって私をいさめ、私を上回るのではなかったかしら。それは。あなたは今も父親と言葉を交わせるし、あるいは父親を断罪することもできる。その気持ちの行き場はまだあるように私は思うわ。思ったより元気そうね。メリセウスでの戦いの直後より随分と顔色がいいわ。あなたは率直に言葉を投げるな。もう少しこう。いや、その方がかえって気遣われた感じがして困るかもしれない。ありがとう。もう平常通りだよ。何事にも全力で当たってみせるさ。いえ、別に全力は出さなくていいのだけれど。まあ、いつも通りというのならば、次の戦いも期待しているわね。あ、任せてくれたまえ。どんな相手だろうと、打ち倒してみせよう。もし廃止しようものなら、私の最後の記録が、父を討ったことで自責の念に囚われ、
戦場にその命を捨てたなどになりかね。私は父を撃った。そこに干渉がないといえば嘘になるが、自分を責めたりはしない。あの選択に誤りはなかったと信じているのだ。あら、そうしたら私は何かしら。宰相との権力闘争の挙句内乱を起こされ、対外戦争で敗れた愚弟とか、そう呼ばれる覚悟はできているわ。もちろん負けるつもりはないけれど。当然だ、負けさせはしないさ。万一あなたと私の命が天秤にかかったら、私は自責の念にとらわれて死んだ汚名をかぶってあなたを生かすことを選ぶよ。なんだ、何かおかしいことを言ったかね。いいえ、そんなことはないわ。あなたは強く誇り高い。世の貴族が皆あなたのようであれば、貴族という身分を壊す必要もないのに。そう思っただけよ。まあ、無理な話よね。無理なものか。いや、今の状況からすれば無理に見えるのは致し方ない。致し方ないが、貴族の可能性はそんなものではないのだ。大国の政務や軍事を担うため、先祖代々連綿とつながれてきた知恵や知識を持ち、領主として民から受けてきた信頼や、その土地への理解、統治の方策を継ぐ。貴族が築き上げてきたそれらを捨てることはできない。それは当たり前でしょ。私を何だと思っているの。壊して終わりにはしないわ。貴族の後を継ぐのが平民になるのよ。だが、いくら素質があったとしても、ただの平民が貴族に変わることなど。いや、待ってくれ。そういうことだな。あなたは貴族や豪商の子しか入れない、かつての士官学校のようなものではない。財産などなくとも誰でも入れる平民のための学校を作り、貴族の教育を施すと。あなたの話はよく飛躍するけれど、それが私にとっては必要みたいね。どういうことだね。あ、いや、頼ってくれるのは嬉しいが。